こんにちは、東北キリタンです。今回は前回ブレンダーで作成した自動ドアをゲームエンジンのアンリアルエンジンに取り込み、プレイヤーが近づいたら開き、離れたら閉じるという処理を実装したいと思います。現在流している映像が完成図となります。今回はちゃんとしたチュートリアル講座です。個人的にも備忘録として使えるように分かりやすく作ってるつもりです。では早速やっていきましょう。とりあえずまずはブレンダーから自動ドアをエクスポートします。エクスポートの前準備としてオブジェクト名は分かりやすいものに変更したり、自動ドアを中心に配置したりして、自動ドアを選択して FBX 形式でエクスポートします。ファイル、エクスポート、 FBX です。出力設定をしていきます。対象は選択したオブジェクト。オブジェクトタイプはメッシュ。ジオメトリのスムージングを面、そしてアニメーションをメイクのチェックを外します。あとは適当なファイル名をつけて FBX をエクスポート。これでブレンダー側の操作は終了です。続いてエピックゲームズランチャーを起動します。エンジンを起動しますが、インストールがまだの人はアンリアルエンジンのライブラリタブに行き、プラスマークを押してバージョンを指定してインストール。今回はバージョン 5.3.2 の仕様で説明していきます。ではエンジン起動。ではテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成します。ゲームのサードパーソンを選択して適当なプロジェクト名を決めてください。不要なエラーの元とならないように英字で20文字以内で設定してくださいね。では作成。はい、ではまずはフラットなレベルを作ります。ファイル、新規レベル、ベーシックを選択して作成です。ではまずブレンダーで出力した自動ドアを取り込みましょう。コンテンツブラウザのインポートから FBX ファイルを選択します。ではインポート設定をしていきます。メッシュの詳細設定、コンバインメッシュズにチェックが入ってないことを確認し、すべてインポート。マテリアルは情報を保持できていないので後で設定します。それではフォルダを作成してマテリアルとメッシュを分けておきます。コンテンツブラウザの追加から新規フォルダ、またはコントロールプラスシフトプラス N のショートカットで作成できます。ここでも日本語は使わないようにしましょう。あともう一つブループリントフォルダを作成しておきます。ここには処理を書くブループリントを保管します。ではまずマテリアルを作りましょう。ガラスをダブルクリックで開いて詳細設定を変更します。マテリアルのブレンドモードをトランスルーセント、透過処理のライティングモードをサンフェイス、トランスルーセンス、ボリュームに設定。これで必要な設定ができるようになったので、メタリック、ラフネス、オパシティを右クリックしてパラメータへ昇格。メタリックは1、ラフネスは0、オパシティは 0.5 に設定します。ベースカラーは白に戻しておきましょう。続いて枠に使用しているメタルのマテリアル、こちらはメタリック1、ラフネス 0.2 に設定して完了です。保存してウィンドウは閉じて OK です。ではやっと自動ドアの処理を書いていきましょう。ブループリントフォルダで右クリック、ブループリントクラス、ファクタを選択して作成。名前は BP アンダースコアに続けて任意の名前をつけるといいです。では開いて、まずはコンポーネントに自動ドアのメッシュを追加します。コンテンツドロワーから対象のメッシュを選択。コンポーネントの追加、スタティックメッシュ。あとは親子付けしておきます。では続いて、プレイヤーが扉の近くにいることを判定するためにコリジョンを追加します。
きさや位置を調整して扉の前に設定します。あと詳細設定のコリジョンプリセットをカスタムにして判定対象をボーン以外はオフにします。これでコリジョンの設定は完了です。では一旦保存してコンパイルします。作成したブループリントをレベル上にドラッグ&ドロップして配置してみましょう。向きや位置を調整して実行しましょう。当然ながらまだ扉は開きません。てか扉の高さがプレイヤーとほぼ同じなのでもう少し高く設定しておきましょう。エスケープで終了して高さセット軸を 1.2 倍にしますか。こんなもんですね。では停止してマップを保存しておきましょう。ではブループリントに戻りイベントを追加します。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを選択です。イベントグラフに移動しました。初めからノードがありますが使用しないので削除します。追加したノードはコリジョン内に対象が入った時に処理が走るものです。ではまずコリジョン内にプレイヤーが入ったら右の扉が開くようにしましょう。一応ビューポートに戻りどのコンポーネントなのか確認しておきましょう。ではイベントグラフに戻り、今選択した右の扉をドラッグ&ドロップ、メッシュのピンからセットレラティブロケーションを呼び出します。このノードはコンポーネントを指定した位置に移動します。実行ピンをつなぎます。ビューポートへ行き扉が開いた時の座標を確認します。Y 軸がマイナス80ですね。ではデフォルトに戻しておいてイベントグラフに戻りセットリラティブロケーションのニューロケーションの Y 軸に先ほどの座標を入れて保存とコンパイルをしてプレイしてみましょう。コリジョン内にプレイヤーが入ると扉が開きましたね。もう一度正面から見てみましょう。でもなんかこれじゃない感ですよね。一瞬で指定の位置に移動してしまうのがこれじゃない感の原因なので2秒間かけて扉が開くようにしましょう。では右クリックからアドタイムラインでタイムラインを追加します。適当な名前をつけてノードをダブルクリックで開きます。トラックを追加します。トラック、フロートトラックを追加。結果を出力する部分の適当な名前をつけてください。ここではバリュー1としておきます。続いて長さを設定します。2秒で扉が開いてほしいので2としておきます。では0秒の時バリュー1が0を出力するようにキーを打ちます。右クリックキーを追加です。正確に0に戻して続いて2秒の時に1を出力するようにします。表示範囲を広げて2点が直線で結ばれてるので一定の速度で動くようになっています。これを開き始めと終わりは少しゆっくりになるように変更します。2つの点を選択してどちらかの点の上で右クリック分割を選択します。そうするとベジ曲線のようにハンドルが表示されグラフが滑らかになりましたね。このハンドルを移動すれば開き始めは早く終わりは遅くという風にもできます。今回は変更せずにそのまま使います。ではイベントグラフに戻りタイムラインをビギンオーバーラップとセットリラティブロケーションの間に入れます。そしてタイムラインから出力された値かける×Y 軸の座標の計算結果をセットリラティブロケーションの Y 軸に設定します。バリュー1のピンを引っ張りアスタリスクを入力すると出てきます。
Y 軸だけに値をセットしたいので、ニューロケーションを右クリックし、構造タイピングを分割を選択します。これで時間に応じた開き具合になるでしょう。では、保存とコンパイルをして、プレイしてみましょう。いい感じですね。では、左の扉にも同じ処理を設定しましょう。ビューポートで対象のコンポーネントを確認して、ドラッグ&ドロップ。同じノードはコピペします。対象のコンポーネント、ターゲットだけ変更する感じですね。あと動く座標は反対でしょうから、80としておきましょう。右の扉のセットリラティブロケーションから、左の扉のセットリラティブロケーションに実行ピンをつないで、保存とコンパイルをして、プレイしてみます。おお。あれ、通れない。ということで、自動ドアのコリジョン、当たり判定が設定されてるので、通り抜けられません。メッシュを開き、表示、単純なコリジョンを表示させると、枠の内側が塞がれているのが分かりますね。水色の方は、枠をすり抜けないように必要です。では、緑色のコリジョンだけ解除します。コリジョンを取り除くを選択します。そうすれば、緑のコリジョンだけ消えて、水色のコリジョンだけ残ってますね。保存して、再度プレイして確認してみましょう。はい、通り抜けできるようになりました。ただ、離れても扉が閉まらないので、それも設定していきましょう。ブループリントに戻り、コンポーネントのコリジョンのイベント、オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。このイベントは、コリジョンに被っている対象が離れたら実行されます。実行ピンをタイムラインのリバースにつなぐだけです。保存、コンパイルをして確認します。扉に近づいたら開いて、離れたら扉が閉まると、これで完成です。開いている途中でも、離れたら閉じます。このブループリントをいくつか置いても、動きますね。あとは扉の大きさが違うので、レベル上に配置して大きくするのではなく、ブループリント上で変更すると全ての扉に反映されますね。レベル上で変更したのは戻して、こんなとこでしょうか。いかがでしたか。意外と簡単に作れたのではないでしょうか。オーバーラップイベントを使えば他にいろいろできそうですよね。わからなかったところや役に立ったなどコメントしていただければ励みになります。といったところで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。